ごきげんよう。ごきげんトークの宮崎文隆です。今日は2021年、11月の3日。今日は文化の日で、皆さん休みです。今日はなんと先ほど、ついちょっと前ですが、藤井聡太三冠が、永瀬さんを破って勝ちましたね。何かと申しますと、永瀬拓矢王座を破って、勝ったところですが、何の大会かと申しますと、第42回将棋日本シリーズ JT プロ公式戦準決勝第2局東海大会、藤井聡太三冠永瀬拓矢王座の戦いでした。持ち時間が10分で、考慮時間が1分から5回、それを過ぎると30秒で打つという、まあ、早指しですね。まあ、どちらも早指しが強い棋士ですから、面白いですね。今ちょうど、表彰式が今行われているところです。今日は3時55分にスタートしましたね。そして始まったのは角換わりでスタートしました。そしてこの JT、プロ公式戦はですね、ちょっと趣向がありまして、50手前に封じ手がありまして、これは藤井聡太さんが封じ手をされました。そしてそこで、会場に次の一手をクイズが出るんですね。4択出て、解説者が、まあ、これとこれとこの候補筋があるということで、説明します。そのうちの4つから、まあ、1つ選ぶということですね。はい、豪華賞品が当たるというんで、そこで一旦封じ手があって、休憩がちょっとありましたね。10分間ぐらい休憩がありましたね。そしてまた始まりました。そして、まあ、初めは50%50%で、AI の予想は、まあ、言ってましたけど、なんとですね、53手目で藤井聡太さんに 56%、まあ、有利というのが出ました。そしてそうですね、これが、61手目では 62%、 そしてずっと止めまして、これがもう70手を超えるとですね、71手目でも藤井聡太三冠が 82% とどんどん進んでいきましたね。そしてもう決定的となったのは、なんとですね、もう75手目で、88% という形で藤井聡太さんの方に有利が出ました。それから投了までが99手で、まあ、永瀬拓矢王座の投了となるわけですが、だいたい75手目で藤井聡太さんが指したときに 88% ですから、それからもう、そうですね、もう81手目では 96%、 もうずっと藤井聡太さんの方が、まあ、有利になりましたね。そしてもう決定的となったのは93手目 99% 対 1% というように、これは藤井聡太さんがドーンともう行きましたから、そこからは、まあ、手がどん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 進んで、99手目投了ということですね。なかなか激しい戦いで、そうですね、今の永瀬さんも、まあ、いろいろ手を考えてこられたんですが、先手が藤井聡太三冠ですからね、先手で藤井聡太さんほとんど今負けない感じが、まあ、しております。今日もですね、かなり何手目でしたかね、60手ぐらいまでには厳しいというか、60手はちょっと前ですね、勝負手が、まあ、中さん飛車を、まあ、横取りして、飛車が詰まされの覚悟で横取りして勝負に出る、そっからの藤井聡太さんの手が、まあ、正確にどんどん進んでですね、まあ飛車を取ることになるんですが、飛車を取ってからは一気に藤井聡太さんの方に流れがドーンと行きましたから、AI も藤井聡太さんの方にドーンと
乗っていったという感じです。早指しですから、まあ、何があるか分かりませんからね、後半でも1点間違うとガーンと逆転ですが、でも藤井聡太三冠は間違わない、確実に勝ちのパターンをずーっと持っていって、今回は危ないとこはまあ、なかったですね。それでずっと押し切ったという、これで、決勝へ、進んで豊島さんがもう決勝で待ってるという、また豊島さんとやりますね。もうこのところ豊島さんとの戦いが多いんですが、今藤井聡太三冠は有利に進んでおりますが、そのこともあって豊島さんはものすごい今藤井聡太三冠の対策をすっごく考えておられるし、時間もあるし、これはまた新しい前例のないような将棋が進むのではないかと思います。まあ、ここでそれじゃまたごきげんよう、電話が鳴ってます。上で、女房が撮ると思いますので、私は進めていきます。今年チャンネル登録1000社に向かって、私も頑張ってます。なんと今日また嬉しいことがありました。現在のチャンネル登録者1人また増えました。287人、1人また増えたんです。今毎日1人増えてますからね、コツコツ前進しているのが非常に嬉しいですね。藤井聡太三冠も勝ちました。私も1人伸ばしました。まだまだこれから1000年に向かって頑張っていきたいと思います。そしてこれを取るとこの幸せという字が出るんですけど、これは私まあ1人登録してもらったんですが、まあその1人のおかげで人がつくと、誰が応援してくれるかによって幸せになることがいろいろ違いますが、今日はまた私を応援してくださる方が一人いたので、また幸せになってごきげん、また明日に向かって頑張ります。またごきげんよう。